だけに浮かぶこの街に雨上がりの風が吹いている。人の噂なんて当てにならない、セピア色の景色に時が過ぎて、みんな印象に残るんですけどね。まあいつもなんですけど、それは特に具体的にこれというわけではないんですけど、会場の作り的に下田側からこうみんなが出ていくことが多くて、で僕が端っこなんですよ、大抵そういう時は。一番遠いんで一番真っ先に出ていくことになるんですけど、でまあ本編でもそうだしアンコールでもそうなんですけど、でいつも必ずこう肩とか胸とかに手を置いてよろしくって言ってくれるんですよね。で一番最初に出てくのって結構緊張するんですけど、まあ、それがやっぱりすごく励みになったというかね、よし頑張るかと単純に思える瞬間でしたね。コヨーテバンド、ギターとコーラスの深沼です。今回の、サノさんのクラブサーキットツアー、会場に来ていただいて方々ありがとうございます。これからもね、佐野さんから呼ばれればいつでもこう駆けつけて、いろんな面で力になっていければなとも思ってるし、佐野さんの作る音楽も楽しみにしています。ということで深沼でした。いや、今回全部で21本だったんですけど、佐野さんのすごいなと思うのは結構ハードスケジュールだったっていうか、なんか2連チャン、1日空いて2連チャンみたいな、そういうのとかもスケジュールあったんですけど、楽屋で一回も佐野さんが疲れたとかそういう話を一回も聞いたことなくて、今までに聞いたことないんですけど、そこはすごいなと思いますけどね。いや僕だったら絶対音を上げてるっていうか、自分のツアーだったら。でもそういう姿を一回も見たことないですね。それは素晴らしいなと思いますけど。はい、コヨーテバンドでベースを弾いてます高桑清です。今日がツアー最終日なんですけども、21本回ってようやく佐野さんの音楽の一部になれたような気がします。なのでしっかり噛み締めてやりたいと思います。そうですね、なんか時々佐野さんが突っ込んでほしいんかなって思う瞬間があって、その辺をどう突っ込もうかなみたいな感じがあって、京都のタクタクでアンコールの後にMC をした後、なぜか後ろにある葉っぱを佐野さんがちょっとつまんでるみたいなシーンがあっておやと思って、後であこれ突っ込んだ方が良かったのかなみたいな、そういうお茶目なところがすごいあって面白い人だなと思います。ドラムの小松茂です。まあ、今日は最終日ですけど、20数本の、集大成できるように頑張ります。よろしくお願いします。そうですね、すごくやっぱ、まあ、人柄大きいですかね、佐野さんは。お茶目な人だなって、可愛い人ですね。まあその、なんて言うんだろう、どのステージも本当面白く楽しかったんですけど、ステージ降りてる時とステージにいる時の違いがほとんどないっていうか、それが例えば一緒になんかうどん食べてたりとか、全然音楽と関係ないところにいてもあんまり印象変わらないですね。不思議ですね。そうじゃない佐野さんもいるかもしれないんですけど、僕は見たことないなっていう。じゃあまさにその約束の橋を聞いた時の、その佐野元春のイメージとは全然こう違う感じですかね。でもないんですよね。だからそこがお茶目に見えるのかなって。
でも君は行くなんて歌える人やっぱこの人しかいないなって、その気持ちはすごいありますね。でそれが本当かっこいい人だなって、キーボードの渡辺俊介です。今回は何本だっけな、21本、いろんな地方に佐野さんと行って回ったんですけど、やっぱりすごい身近に皆さんのお客さんの顔を見て、あの本当顔もよく見えるんで、皆さんの佐野さんに対する思いとか曲に対する気持ちがすごいあのバンドにも伝わってきて、あの本当すごい貴重な体験をさせてもらいました。今日もね最後ということですけど、一生懸命演奏しますんでよろしくお願いします。Tonight's gonna be alright. Come on, sing it out. Tonight's gonna be alright. Yeah, 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 yeah. Come on. Tonight's gonna be alright.
Time will go by.